ングしてる。だから周りはずっと鹿ネットを張ってるんです。あ、食べるから。そうそう。目を。はい。ラッコ杉植えた後に草刈りをやった後ですよね。あのちょっと茶色っぽくなってる感じのやつ。でも鹿取り放題でしょうね。それがなかなか取れないですよ。あ、そうですか。鹿って取れないですか、なかなか。頭いい。いや、あんまり賢くないですけど、イノシシの方が賢いですけど、だから結局網に引っかかってそのまま気づく。この辺まで行くともどうやって行けちゃうか。向こうに道がずっとね、林道があるんですか。村道が、ね、なんかここが最一番高いと思ったら上には上が、うん、え、これも C ボムなんですよね。